マジです。今日はですね、ピクサベイの画像をワードプレスの投稿画面よりボタン数回で挿入できるプラグインの紹介です。もうピクサベイはね、皆さんご存知の通りですね、フリーの画像をですね、自由にダウンロードさせていただけるサイトとしてですね、皆さんご存知だとは思うんですけども、こんなサイトでですね、いろんな、やっぱり、こう、クオリティの高いですね、写真を、ダウンロードさせてもらえるんですね。で、今回ですね、使うのは、Pixabay Image っていうね、こういうプラグインがあるんですけども、このプラグインをですね、インストールしますとですね、こんな感じでですね、ピクサベイのボタンがつくんですね。で、これ見てみますと、ここで検索するんですよね。でね、例えばですね、パソコンと検索しましょう。こんな感じでですね、いろいろ選べるわけですね。で、この画像をとりあえずちょっと入れてみたいなと思いました。それとね、もうタイトルも入ってるんですけども。例えば、この、代替テキストですね。代替テキスト。ここに、同じようにですね。パソコンと入れておきますね。で、今回はですね、ちょっとキャプションをちょっと削除させていただこうかな、というところで、画像にリンクしたいところがね、あれば、これ、リンクしていただいて、今回はもうフルサイズで入れようと思います。するとね、ここに投稿に挿入っていうボタンがあります。ね、これをクリックします。すると、こんな感じで、画像が入ってるんですね。で、これ今ダウンロードも何もしてませんよね。で、メディアを見に行きます。ここ出ますけどね。メディアを見に行ってですね。これもうこうやって、入ってるんですね。こういうですね、プラグインがですね、簡単に、これ無料で使えちゃうんですね。それがこの Pixabay Image っていうプラグインになります。今ね、実演させていただいた通りですね、こういう感じで入るんですね。で、キャプションを入れたまんまの状態だとね、こんな表示になります。こういう感じでですね、使っていただければすごく便利なプラグインとなってます。これね、一度使ったらね、やめられないんですよね。で、私もですね、このプラグインを使って、かなりのね、枚数は、この、ワードプレスの中に入れさせていただいております。皆さんも、一度使ってみてください。
YouTube のチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございます。